大阪府貝塚市にある貝塚いぶきビレッジはおよそ12ヘクタールという広い敷地を持ち、グランピングやバーベキューはもちろん、季節に応じた野菜や果物の収穫体験もできる施設です。前回はいちご狩りを満喫した2人ですが、いちご食べてお腹いっぱいになってませんか？まだいけます。まだいけます。まだいけます。はい。まだいけますってチムさん。いちご狩りゲームに勝ってたらふく食べてお腹いっぱいですよね。欲張りすぎや。欲張りすぎ。まあお腹を空かすということで。そうですね。はい。今日はどこに来たんですか？奥見妻アスレチックスポーツです。二人は食後の運動のため貝塚いぶきビレッジから車でおよそ10分のところにある奥見妻アスレチックスポーツにやってきました。こちらでは起伏に富んだフィールドで自然に親しみながらアスレチックを楽しめるんだそうで、体を動かして日頃の運動不足を解消して、はい、楽しみましょう。楽しみましょう、うん、はい、じゃあ行ってみましょう。行きましょう。この後いらっしゃい。キャンプマスター山本、野生に帰る。大阪府貝塚市にある奥見妻アスレチックスポーツには大自然に囲まれたアスレチックコースがあります。そのコースにはなんと36箇所ものポイントがあります。はい、入り口にやってきました。我々こう年齢も重ねてきた人間にとっては地獄の始まりということで、やばい、いけるかな、これ最後降りてきたらどういう表情になってますか？早速アスレチックコース一つ目の遊具に山本さんが挑戦します。ダンサーやん。もう地獄の始まりどころか、山本さんは一つ目の遊具を楽々クリア。めっちゃ重いですよ。戻ってきた、戻ってきた、戻ってきた。結局この一つ目の遊具だけで20分も遊んだそうです。こちらのアスレチックコースにはこんなものも。宙吊りにされた丸太を渡る遊具で足元はグラグラ。この丸太を渡るにはバランス感覚が必要です。これあかん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 。先輩、はいはい、交代です。行こうか。これ持っとってもマジか。やばいやばい、持っとっても無理ですよ。マジか。すごい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 。マジか。え、これ見てるのとやるの全然ちゃうから。よし、すげー、ゴー。まあ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 、こう見えて運動神経いいから。これを見たチムさんは、はい、次行きましょう。ちょっとここは見なかったことにしましょう。飛ばした、エスケープしよった。あ、最初の一歩で挑戦をやめたチムさん、次の遊具ならチムさんもできるかな。次29番一寸法師のロープウェイ、カゴ見えるからあれに乗って向こう行くだけやから。あ、行けそう。それならできそうですよ。チムさんは行けそうって言ってましたけど、ぐるんぐるん回りながら悲鳴を上げてますね、この顔。続いて山本さんは、同じカゴに乗ってるはずやのに、二人の出した声は全然違いましたね。その後も二人はアスレチックコースのゴールに向かいながらめちゃくちゃ楽しんでましたよ。バテバテになるまで楽しみ尽くした二人はついに帰ってきました。ゴール。はよ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 、ゴール。やばい、マジで。
まあアスレチックで汗も流したことやし、化粧もちょっと崩れたことやし、ちょっと映さなくていいんですよ。映さなくていい。ここであともう一個のアクティビティが、ニジマス釣りができます。アスレチック遊具以外にニジマス釣りも体験することができるそうで、釣れたニジマスは無料で塩焼きでその場でいただくか持ち帰ることができます。はい、じゃあ竿も用意していただき、今日はいくらです、餌は。餌はその辺に置いとくので、はい、もう適時適時、はい、はい、じゃあよーいスタート。はい、やろう。このニジマス釣り体験では、釣りに必要な竿、糸、餌、浮きやバケツなどをレンタルできます。針がなくなったり糸が切れると終了です。今そっちに行った。今ね、そこにいてる。います？うん、おるおるおる。あ、いる。うん、釣る気満々の2人ですが、日頃の行いが悪いのか。あれ、どこ行った？あかん、そっち多分流れていってる気がします。左にちゃうんかな。いや、おれへん。魚が全然釣れません。いや、でもこれほんまに魚見つけな。そうこうしていると、いや、今向こうや。そっち、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 そっち。皆さん気づきました？魚が飛び跳ねたこの一瞬を山本さんは見逃しませんでした。このチャンス逃すわけにはいきませんよ。そっち、そっち、そっち。あ、わわわわわわ、ほんまや。そう、だからあれを、あれを見つけて、あれを見つけて釣らなあかんねん。今今再び魚が移動したことで走る山本さん。あ、おったおったおった、来た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 。めっちゃいい流れやな。食うか食うか。あ、全くダメ。その後も熱心に追い続けますが、一番深いところ、ここや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 。あー、いくら落ちた。いくらくれ。サンキュー。釣れない焦りからか、うまく餌をつけられずにいる山本さんと、ここで、あ、やった。マジか、マジか、やられた。やった。なんとチムさんが釣り上げることに成功。チムさんが先に釣り上げて見せ場を取られた山本さん。あ、やや、延長戦。カメラを止めると言っても釣りをやめない山本さん。悪い癖出てきたな。はい、あかあ、はい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 、コテ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 。まあまあまあ、任しといて。見てこれ、うわー、これ、ね、これ分かります、これ、これ、ここにこうフッキングしてるとき完璧なんで、これ魚いるところをね、こうちゃんと目視して見つけて、で、そこに餌を投げ込めば釣れる。なんかまた言うてますけど、とにかく釣れた魚は今回のバーベキューの具材として持ち帰ります。もうちょっとちゃちゃっと釣ってよ。奥水間アスレチックスポーツには、他にも関空を一望できる立地に作られた本格的な9ホールのゴルフショートコースがあります。初心者から熟練プレイヤーまで、ゴルフの上達に最適です。2人は釣れた魚を持ち帰り、バーベキューの準備をするために再び貝塚いぶきビレッジに戻って、坂本さんと合流しました。今日はバーベキューなので、プラスアルファ、おー、まあ、地のものも販売してるっていう。いいですね。はい、じゃあちょっと見に行きましょう。楽しみ、はい、楽しみ、はい、こちらの直売所では毎日採れたての野菜を20軒以上の契約農家さんが届けてくれているそうで、愛情たっぷり注いで育てられた旬の野菜が揃っています。バーベキューの具材をこの直売所で買い足します。まあ、今の時期で、はい、まあ、バーベキューで使える食材ってこういう椎茸。椎茸、これめちゃくちゃうまいです。じゃあこの椎茸にしましょう。どうやって食べんの？ないやねん、それ。ないやねん。いい感じに、ね、あとで醤油用意していただければ。わかりました、はい、加えて採れたてのみずみずしい新じゃがも購入。
山中、山中行きますか、お肉一緒に、はい、それも、じゃあ椎茸と山中とじゃがいも、新じゃが、はい、じゃがいもで、はい、お会計が終わった後、チムさんは自分の大好きなおかきをちゃっかり買ってました。料理じゃないから強く言うわ、料理じゃないから、やつやつ、網に置くから料理ですよ。じゃあ食材も揃ったことですし、ビビキュービビキューですよ。ということで次回は絶品バーベキューを大満喫、さらに食後のボードゲームの時間に番組名が変更、チムのボードゲームスタイル、ボドスタにしましょう。ボドスタ、キャプスタじゃなくてボドスタ。一体どうなんの。はい、終わります。はい、すいません。すいませんでした。はい、すいませんでした。